こうするやつ。ほらほら。あ、気持ちいい。あ、これ気持ちいい。強。おっそすダウンタウンスペシャル国尾くんの三国志だよ全員集合やっていきますマイクロペーサーどうぞよろしくいきなりちょっと音楽がかっこよすぎるんですけど国尾くんシリーズ発売されましたのでやっていこうと思いますさあいろいろモードありますけどとりあえずストーリーでいいのかな行きましょう難易度ほんほんあ協力プレイもあるのねとりあえずこれでいいのかなあふんあーなんか難章とかいろいろありますけど三国志は正直かなり昔三国無双2多分それぐらいが一番最後にやった三国志シリーズなのであんまり話は覚えておりませんがこちらのゲームはどんな感じに国尾くんと合体させてるんでしょうかんペンペンペンダウンタウンスペシャル国尾くんの三国志だよ全員集合今から遡ること1800と数十年舞台は400年続く漢王朝が治める中国大陸腐敗しきった官僚が政治の中枢牛耳ってあれよこれよの悪政で民は苦しくなるばかり天変地異や疫病で天下はカオスを極めきりめっちゃ振り仮名振ってくれてるなそんな時代に激高し一人の男が立ち上がる忠義に熱いが堪忍袋はペラペラん名前は関羽あざなは雲長大陸一致の伊達男波乱の第一章蒼天すでに死すえすでに死す始まり始まりペペンペンペンあらなんか変わった始まり方ですね兄貴待ってくれよん関羽が国を早っこい周遭そんな足じゃ経理どもに捕まるぞいやこの音楽って国尾くんシリーズやったね運動会のやつやったっけうん経理に追われることなんて元はといえば兄貴が役人をぶん殴るのが悪いんですよペラ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 こっちの音楽が気になる俺賄賂を渡せばいいって思うああ殴らなくてもああちょっと音楽が良すぎて話入ってこへんわあ動けるさあ始まりました国尾くん
ボタン、スティック、どっちでも動けるね。うん。B ボタンを押すとジャンプします。うん。いやプレステとかでも発売はされる予定らしいですけど、プレステの方が後に出るらしいね。2022年になりそうなので、今はスイッチ版をプレイしております。なんか、山賊。飛ばして先に進むぞ。うん。回戦始まりました。おお。あ、結構警戒。倒れてるやつにも、倒れてるやつは殴れないか。はいはいはい。ちゃんと喋ってくれる。あはん。ちょっと待って。あ、蹴りと投げ技もあるのね。この辺。っていうか、まだ普通の蹴りよね。マッハパンチ、マッハキックはさすがに。お、ガード。ファミコン、おちょちょちょん。え、気力が少しずつ減少して、気力がなくなるまで、自分以外がゆっくり動いて見えます。熱血乱舞。ああ。ん？ん？こうしながらこうか。はいはいはい。おお、すげえ。無双モードやんけ。いいね。クニオくんと三国クニオくんに三国無双の要素をちょっと入れたみたいな感じ。必殺技もあるってことね。ファミコン時代はね、ガードをするのが難しかったからね。随分来ましたね。うん。ほとぼりが冷めるまでこの村でおとなしく。おお。カーンがいるから。どっからの話。あ、黄金族ってあれやん。三国無双2の話やけど。最初、こっから始まったよね、確か。黄色い頭巾のカルト集団。オッケー。タクカイドウ、うんうん、黄金族。あ、こっから始まるのね。こんにちは。すぐ隣のタクカイドウまで来てるって。うん。丸腰で戦うのが不安なら落ちてる武器を拾うといい。あはん。あ、これか。こうか。よし。すごいね。背景はちゃんと 3D チックになってんやな。黄金族は。ん？セーブしたプレイデータがあれば前回の続きから遊べるそうよ。めっちゃ当たり前のこと言ってないこいつ。ん？移動して場所が切り替わるとき、お店で買い物を終えたとき自動で行われる。なるほど。黄金族って偉い人だけ狙うって聞いたのに。なんやこれは。桃園。桃園ってあれじゃない、劉備と、ほら、関羽とさ、劉備と、あともう一人誰だっけ、張飛やったっけ、三人でなんか兄弟分になろうっつって杯を交わしたところとか、そんなんじゃなかったっけ。じゃあこっちだな、行きましょう。お、ゴーダヤン。おい待て、お前たちの好きにはさせないぞ。あ、こいつ何やったっけ。前田うん、黄色、ムカつくからぶっ飛ばす。理不尽じゃない？黄金族だと分かって言ってるのか。あはん。めっちゃ怒ってる。俺様の防術スペシャル。すげえ顔してるで。戦うのかい？先客がいる。俺も仲間に入れてもらおう。海戦。おお。仲間的な感じでいいのかい？
ヘイ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 お金これ消えんのかな、ほっといたら、あ、ん ?3、2、1、あ、終わった、あら、なにこれ、緊急、なんじゃこいつら。あ、最後は気がつく言葉を思いつかなかったな。お前たちは手ごわそう。そいつはどうも、誰やこれ、オーダーが？ん？そいつはやばい話だな。役人ってだけで偉そうにしやがって。俺は権力を悪用するやつが許せねえ。うん。世界観というか、時系列的にはまだ、あれか、劉備とかと出会う前ってことなんかな。名前は？劉備。あ、やっぱそういうことやな。5代かお前。ごめん、髪の毛青色やと、なんか花園のやつかと思ってさ。あー、5代が張飛か、なるほど、連合の2人やな。桃園に来い。うん、お、カウンの兄貴、やっぱりおとなしくはできませんでしたね。うん、ここだ。何それ、次やることを悩んだら右上に書かれた行動をするといいっす。なるほど、あ、マップもあるのね。うん、目標の場所、ひとまずさっき方々が待つ桃園、レッツゴー。オッケー。さあ、お金。さっきのあいつらがいたところに、あ、ちょっと待ってくれ。なんだ、黄金属を追っ払ってくれた人だね。お礼と言っちゃなんだが、宝をどっちかもらってくれねえか。お、あ、キック、ラッキーっすね、村人から必殺技の書物もらえるなんて。お、1のアイテム、2にもらったアイテム、3で覚える。あー、ちゃんと熱血物語と同じような感じなんかな。うーん、わー、なんかコマンドでも登録せなあかんのかこれ。ちょっとよくわかんねえ。ボロン、マッハキック使う。で、これか。なるほど、該当してるのがあるってことね。結構面白そうじゃないの。じゃあ先ほどの桃園、じゃあ、いや、やっぱ劉備と張飛。え、お前たちも十分強いくせに。一緒に戦ってくれたのはお前だけ。うん、これで、義と五と職やったっけ。三国志の話めっちゃ忘れてるわ俺も。うん、なんか五代がこんなごっついの嫌やな。うん、これで三人一緒になるってことやな。俺も高潔だけどな。あ、桃の木に感謝しないとな。よかったら一緒に祈ってくれないか。ここで杯をね、多分感謝します。うん、あざっす。
れ、なんか来た。誰？敵？ん？こんなに可愛いのに敵なわけないでしょ。桃園の精霊。どういうこと？なんか誓いとか立てるといいことあるかも。五代。ん？菅の復興、平和な世の中になるために尽くそう。ん？ああ、これね。同じ年同じ月同じ日に生まれていなくとも、同じ年同じ月同じ日に死ぬことを誓う。3人兄弟だ。ムンムンのやる気を見込んでプレゼントあげちゃう。おお、何くれんだい。お金。あらええの。トメン3兄弟。そうよね、悪くねえな。著作権は私持ち。なんじゃそれ。ああ、幻じゃなかったみてえだな。このお金は大事に使おう。誰が長兄？劉備じゃないの？最初にてっぺん取ったやつから長兄。お、木登り寮？なんか急に音楽変わったし。お、俺を倒してからだ。あれあれ。まさかの戦闘。マハギック覚えたから。あれ、ジュジュン、マハギック、あれマハギック、覚えたんじゃないの。おじょーん。ちょっと待て、マハギックはい、うつよこいつ。やめて、ペラペラなってますけど。お前らは殴り合ってくれへんのか。はい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 。いや5代絶対強いってそれ。お前だけ棒せこいって。よし、あ、ミスター、棒は渡さん。いやー強えなこいつら。ギューン。じゃあ俺も武器使うで。武器使ってくれお前ら。どうじゃ。はいはい。お前どこに棒を持ってた、この野郎。あー強えな。やめて。はい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 。当てたらマッハキックになるっていう感じなんかなこれ。はい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 。やばいつ。持てない。あ、ちょちょん。くっ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 。やめて。強い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 。あ、死にました。これは。あれ。もう一度。おる。持って。マッハキック。あれさっきよりなんか弱くない？気のせいかい？うるうる。くそ、もっともっとボコりたい。あはは、わざか何個ぐらいあんやろな。ジャンプして降りた瞬間のあの姿が使うやつみたいな、龍一龍二が使うやつみたいな、あんなんは。あ、それやばい。いや、お前ちょっとやめて。めっちゃ強いな五代。いいいいいい、やめて。あ、ペラペラ。お前らやばいって。ああ強いよ強いよ。はい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 。え、
棒持てん。よし、お、レベルアップ。うっす、レベルアップしたら全回復した。じゃあもう負けません。なんか持てないとき、これ棒持てんのか。持てんな。あ、持てた。どういう状況。くそ。まあ、ハキックってあれやな、見た目が変わってるわけじゃないんやな。やっぱ当たった瞬間にマッハのエフェクトみたいなのが出るみたいな、こんな感じっぽいな。よし、じゃあ終わらせてもらうよ。ズーン、勝負ありだ。まだやとことんやったった。お金、あ、どうも。ちょいちょい武器が持てないのがなんか嫌やな。やるな。そんな話でしたが、長剣向き、うん、結局劉備やんけ。張飛は絶対違うな。うん、頼むぜ。で、俺たちには地位もこれでもないし、困っている人たちを助けよう。うん、こっから、そうか、黄金族相手に義勇軍として行くってことやな。まだ始まりの時で、国が分かれてない時やな。うん、小入り栄えた K の町に行って義勇軍の仕事がないか探してみよう。さっきの喧嘩でレベル上がったっすよ。ほう、経験値が貯まるとレベルアップで、ステータスの割り振り。ほうほう、パンチキック、打たれ強さを上げておくと遊びやすいらしいっす。なるほど、なんか始まりそうな気がするぞ。こうやって見たらちゃんと5だと5台なんやけど、あの絵を見るとなんか違うやつみたいに見えるよね。あれ、セットできてなかったんか、さっき俺外れてたのかな。あ、これでいいよね。で、キック、他なんやろう。打たれ強さはあった方がいいよね。オッケー、まだちょっとやり方がようわからんな。マッハキックは、あ、マッハになったわ。じゃあセットできてなかったんや俺。頼むぜ。あーはー、あー、またこの音楽。うん、ブラブラペペペ。うん、最大体力の 20% 回復とかだけやし、まあ別に。頭に青いが出てる人を見たかい。知らん。ほん、ひひーん、なんかま、あ、出た、ほんまや、おった。どうした、草履をなくしちゃって。ね、これなんとかしてやる。劉備にそうだ。なんかお使い的なやつってことか。相談を解決。うん、あら、私で歩いたら健康的になれるぞっていうのは無視するっていうことやな。草履なびてる
ゾリ泣くして泣いている子供いたんだけど。ゾーリ作るのうまい。わら材が3つあれば作れる。どうやって探すね。あとりあえずわらが見つかればまた行けばいい。そんな感じなんかな。じゃあそれを探しに普通に敵出てくるね。ほらマッハキック覚えてんだよ。あ、結構ちょっと待って、ちょっと敵多いなごめん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 。はいはい、あ、はいはいはい、あ、ごめんなさい。はいはいはい、ほらほら、あ、気持ちいい。あ、これは気持ちいいあ、いいです、この気持ちよさは。あ、じゃーんはいはい、ちょ、いや、ごめんごめんごめんうまくいかんな、もういいよやめて。はいはい、ちょ、くっ、意外と敵が強えぞ。でや、やめて終わらん死んでまいそうなんですけど、ちょっと HP もうないんですけど。許さん、全員これで、ああ、終わっちゃう、やられちゃう、やられちゃいました。すぐゲームオーバーなりますわ。ああ、お金何本持ってた俺。1058。やられたら、あ、じゃーん、半分になったりとかしてるのかどうか見るの忘れたわ。あ、ちょっとマジ雑魚ですら全然強いんやけど手に入ってると思うけど、もう死んでまいそうやぞ。またおほんやめてください、やめてください、また死んじゃう。ういい、あ、わら剤入手した。なんか右上出てる。あ、死んでいる。金は特に減ってないかな。さっきも1000円以上あったもんな。ほな別に気にせんでええんかな。ていうかわら材がポンポン、これ殴ってたら出てくるわ。これでいいのか。ちょっと一回あなたたち無限に湧いてくるから、ちょっと行かしてもらいますよ。これでわら材椅子持ったし、うん、そう言わずに網とりあえずできた。オッケー、これであいつのところに行けばさささ。こんちゃ、兄ちゃん、ほらよ、一足がボコボコだねごめんな。ドロップキックの書、あら、新しい必殺技の書物、うん、2つ以上の必殺技を特定の組み合わせで習得して、その必殺技で敵を倒していると、強力な超必殺技。ああ、そんなの、うん、ドロップは結局、ああ、ドロップ自体は、あ、そっか、まずは使わなあかんのね。いで、うん、両足崩壊、これセット
せなあかんのか、ちょっとまだいまいちやり方がわからんなこんななんの。OK、 じゃあちょっとサクッと第1回目はこんな感じでいきましょう。続きはまた次回プレイしていきたいと思います。それではまたよろしくどうぞ。